皆さん、こんにちは。レック専人講師の水野です。えー、今日ですね、えー、こちらの講座の、まあ、どういう講座かという、ねえー、説明ですね。まあ、簡単に言ったら宣伝でございます。で、まずはこれ、もう毎年毎年ずっとやってるんですけども、まず、必須重要論点、演習59。 あのこれ直前期の道場というのがずっとねマレックではありましてね、えー、講師がオリジナルの講座を作るでこれ59っていうのを、まあ、合格にかけて59なんですがまず演習でもただの演習ではなく合格者は取る。 やっぱり8割以上、まあ、たら六7割のはありますけど、合格者は大体取る。で、不合格者の正当率がね、あの5割とか切っちゃうような、要は、合否を分ける問題だけをチョイスします。なので、要は、簡単すぎる問題は出さないです。で、簡単すぎる問題、例えば、あの、2週間以内に届け出ですとかね、30日に届け出して、もう数字を覚えれば、はいっていうような問題は、すいません、ご自身でやってください。 えでも、この引っ掛け、この言いましえ。あとは、本当に質問で、いやこれ、本当に引っ掛か,かっちゃって、なかなかですよねっていう、そういうところ、わーってやります。で、あとはもう,う、ご自身で囲まれてください。それと合格に行くっていう。だから、合否を分ける問題。難しすぎるのももちろんやんないんですよ。で、難しすぎるのは、もう合否分けないからです。で、これ、必須重要論点59っていうのは、宅研業法と法令上の制限をやります。そして、 民法ロジック10か条っていうのが、で、これあの、もうまとめて書いちゃってあるんですけど、あと、民法を暗記しなくてもある程度得点できるようにするという、これ、民法ロジックってすっげえ名前ですけど、あの、悪いやつは保護しないとかね、なんだそんなのかよ、みたいな。いや、違うんですよ。 そのね、民法ってその難しいこと暗記で頑張んないんであの基本的な考え方をしっかり持って現場で考えてそこで図を書いてどっちがかわいそうどっち保護すべきかなこっちかなっていうのが当たる問題は多いんですよ。うん、ただじゃこのロジック10箇条だけでいや民法14点権利関係民法だけじゃないてけど権利関係14点いやそれは無理ですよ、うん。でもそうじゃなくてあのよく言われるのが権利関係って14の7半分。 半分ですよでその半分って、このロジックというので、10か条の考え方を持って、それでアタック。で、覚えてる問題も当然あると思うんです、民法で。 うん、あの、事項とか意思表示とか共有とかね。あの、そういったところは、もう覚えたことって出してください。ただ、覚えても覚えきれない。判例案でも盗はあるわけですよね。条文も戦場じゃんですよね。全部なんで覚えてられない。そんな時に、民法の考え方、根底にあるものを掴んでると、いや、これはきっとこうだろうな、これは罰だろうな、っていうのが当たる。 それをロジカルにやっていく。で、事例、問題の事例を、ね、出しながらやっていくという。で、これはあの、まあ、毎年毎年同じ名前でやってますが、あの、それは問題はね、ある程度差し替えます。あの、全部じゃあ、あの趣旨は同じだから、もう毎年全部オールチェンジはしませんけど、ね、何問かは変えるので、まあ、この民法ロジックト、まあ、例えば昨年のし失踪宣告とかね、あんな失踪宣告なんてね、勉強しなくていいんですよ、中身は。うん、だけど、でも、感覚、どうやればあの問題、 解ける可能性があったかなとかね。うん。そういった、その、まあ、難しい問題の時にどう考えるかっていう。だから、暗記じゃなくて、こう考えるという民法の考え方ですね。ね、それをね、あの、やっていくというのがこれです。だから、暗記しなくても得点できるように感覚、研ぎ澄ます。あと、宅建業法法律上制限、合否分ける問題を用いて、あやふや部分を明確し、でも基本的な問題は全部ご自身でクリアにしていただきますが、この、今日、この講座だけじゃ合格は無理ですか えー、でも、本当に合否分ける問題、ここまではしっかりっていうところは出しておきます。で、あと、ラスト1週間前をね、えー、優先順位をはっきりして、えー、本気の追い込みをするという、ここですね。あの、優先順位をはっきりさせるという、最後何やっていいか分かんないよとかっていうところで、いやあのじゃあ行ってみようでもいいし、うん。だから今の段階、今皆さんがいつ聞,か聞いていく、今この話を聞いていただいてるか分かりませんが、 いや、いやん、いよだって金かかんでしょと。そうですね。お金かかっちゃいますね。うん。でもお金かかっちゃうけど、もう直前行けるぞ。これ行ける。あ、でもまだ不安だな。なんていう方は。 えー、生講座が10月6日、10月10日の19時15分から21時45分。これ新宿エルタワー。で、あと民放ロジックが10月9日の18時20時半、えー、これが民放ロジックです。うんまあ、これ、まあ、エルタワーで生クラスやりますが、ウェブもできるし、あとは DVD とかね、えー、あとズームでやるとかね、まあ、こういう時代ですからね、うん、っていうことで、あのー、ありますので。だから、こちらの講座ね、まあ何何、何が言いたいかというと、結局、何やるんですか。 って言った時に合否を分ける問題を潰し切りますロジックはえ、ね、民法の考え方再確認で多分民法っていやなんかあんまり勉強しないんだけど民法って当たっちゃうんだよね大丈夫ですかねみたいなねそういう風な方もいらっしゃるんですよねであんまり勉強したのになんかできちゃうと、うん、そうなんですよ民法の考え方とそのご自身のその感性が近いと覚えてなくてもできる 可能性があるそれが民法の問題なんですよそうすると、じゃあその考え方に近づけておけば、どうですかね。そんな個々の細かいことを覚えてなくても、半分ですよ。14の7ですよ。それいけるんじゃないですか。っていうことでございます。で、あとはですね、まあ、民法ロジック10か条で、民法の話の時は、改正点ですね。まあ、今年だったら共有と総輪掛け。 でそなに総輪関係がっつりやるわけではないんですけどあの、まあ、共有とかで、まあ、大事なところとかねそういったところはあ当然今年の山とかあとは考え方じゃないけど区分所有法と不動産途中で、まあ、こんなのね問題一問一答で、まあ、しっかりやっておくと、まあ、可能性出る可能性高いあの絡む可能性高いよっていうね足をこれね口座内でやるというよりは付録ね あの最後の方のページつけたりしてるんでね、まあ、是非ね教材としても役に立つと思うんであと判例の解き方とかあと過言を見るとね条文 なんかが、ね、あるんですけどね。まあ、条文ってもう完全にまあ新法改正されて2020年大きく改正されて,て、てそれ以降出てないので、も、まあ、出ないと思いますが、まあ過去も見てるとそういうのが出てて、うわってなるんでね。まああれが何だったのかとか、そんな説明なんかも書いてあるんで、まあ、もしあれだったらね、あのそこを見るためにもこの講座いいと思いますよ。なのであのぜひよろしくお願いいたします。はい。まあ、何はともあれこれからね直前期皆さん苦しいと思います。毎日大変だと思います。プレッシ と、と。いや大大丈丈夫夫かなもう自分ならできるやればできる、ね、毎日毎日進歩合格に一歩一歩簡単近づいて登ってるんだというそれを信じて大切に一日一日,日大切に合格目指して頑張っていきましょう以上でございますはいそれでは是非あの講座ですねよろしくお願いいたしますそれでは水の終了でございますありがとうございますご清聴ありがとうございます